僕、キャンプ向いてないと思うんですよね。いや、あなたは絶対キャンパーになれる。こんにちは、ウーポコです。今回はキャンプに向いている人、向いてない人の特徴15選というテーマでお話しします。キャンプ始めてない人って、今年こそはキャンプ始めようかなっていう口癖の人が3000万人ぐらいいると思ってます。今回はそんな未経験のあなたも、キャンプ経験者のあなたも、キャンプに向いているかがわかる動画になってます。いや、今回はもう心理テストみたいな感じで動画を最後まで見ちゃってください。キャンプで実際キャンプしてみると、楽しめた、大変だった、疲れた、うまくいかなかった、経験者の方はこんないろんな感想があると思います。未経験者の方でも、自分でもうまくできるか不安やわとか、いやいやキャンプ動画とか見れば大丈夫やろと、立てたことないテントの設営はテントモンスターさんの動画見て立てれるから問題ないやろ、いろいろ憶測で考えるのではないでしょうか。では皆さん、キャンプに向いている人はどんな人だと思いますか？キャンプはどこが魅力か、キャンプは何が楽しいのか、こんな質問に対して返答できなかったらキャンプに向いてない、そんなことではありません。今回はキャンプに向いている、向いてないをまとめてみました。というわけで、今回キャンプに向いている人、向いてない人の特徴15選ということでご紹介します。今回のおまけパートは、僕こんなキャンプの発信しててもキャンプ向いてないんちゃうかなというエピソードをご紹介します。おまけパートは動画の最後に言いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではご紹介します。キャンプに向いている人、向いてない人の特徴、一つ目は、向いている人、テトリスで縦4本のブロックを隙間に入れて4列消したい人。向いてない人、テトリスの面白みわからない人。キャンプってキャンプ場に行く前から始まってるんですよ。そう、あれです。荷物の積み込み、キャンプアイテムの確認とか、いろいろ準備ありますよね。それが終わると車への積み込みが待ってます。ここで言うテトリスっていうのは、車の積み込みの隙間に埋める作業のこと。それが好きかどうか、これがキャンプに向いているか向いてないかってことですね。車に積み込む一つ目の荷物から、どんな風に積み込むのか、これを考えていけると、テトリスで縦4本ブロックを隙間に入れるようにスペース埋められるんですよ。こんな風に積み込みしていくことを楽しめたら、荷物が多くても安心ですよね。でも、車の積み込みの隙間に埋める作業、嫌いな人、苦手な人とか、うまく積み込めなかったり、めっちゃめんどくさい、そんな思いしませんか？そうすると、荷物を全部積めなかったり、なるべく荷物を減らしたいからってキャンプでやれることも減っちゃいます。車の積み込み作業がめんどくさいだけで、キャンプに行きたいって思うことも減っちゃうかもしれません。ソロキャンプだったら荷物を減らしても大丈夫だけど、ファミリーキャンプとかはなかなかできないですよね。やっぱり荷物の積み込みって、キャンプに欠かせないテントの設営と同じぐらい大きなポイントだと思ってます。だから、キャンプアイテムや荷物で車のラゲッジスペース、これをうまく詰めることができたら、何とも言えない喜びを感じること、これを理解できる人はキャンプをこれからもずっと楽しめる人だと思ってます。キャンプアイテムや荷物の積み込みって、一度積み方を覚えていたとしても、新しいアイテム購入するとまた積み方を変えないといけない部分が難しいんですよね。同じ荷物で毎回キャンプするんやったら、同じように積み込めばいいと思うんですけど、いろんなアイテム持ってると、その時々の気分で使いたいアイテム変えたいですよね。テーブルのサイズを変えたり、アウトドアチェアを新しくしたり、冬とかならストーブを追加したりしたい。だから毎回積み方変わってしまうもんです。これを面倒だと思わずに、テトリスのように考えながらうまく積み込みができないとちょっと辛いです。僕は残ってる小さなスペースに細かいものを積み込んで、荷物をこう安定させることができたら、気持ちいい、気持ちいいってなります。きっちり積んだつもりでも、車で移動してると中の荷物がガタガタ動いちゃうこともあるんですよね。そういうことを想定して、隙間スペースにキャンプで使う小物とか、ラグ、ブランケット、クッションとかですね、荷物同士の緩衝材になるように埋めてます。綺麗に積み込みができると、かなりスッキリした感覚が止まりません。皆さん、テトリス好きですか？続いて2つ目、キャンプに向いてる人、向いてない人の特徴2つ目は、向いてる人、ちょっとの汚れは気にしない。向いてない人、超綺麗好き。キャンプって自然の中のテント張って焚き火して楽しむ、こんなイメージですよね。部屋の中で過ごすんじゃないから、薪とか炭、土とかで汚れちゃいますよね。だからといって、レンコン畑職人さんみたいに泥だらけになってしまうって、まあこれはほとんどないんですけど、アウトドアでワイワイ盛り上がってるからドロドロになっちゃうわけです。要するに、キャンプに綺麗な格好で行ったらあかんってことですね。ちょっと汚れてもええやろって思えるなら、キャンプを楽しめる人ということで問題ないんですけど、ちょっとぐらいの汚れ、これは問題ありませんみたいな人がキャンプに
に向いてるって言いますね。ちょっと話それるんですけど、僕の息子今4歳なんですけど、よく手が汚れたらこう服で拭く癖あるんですよ。服で拭くってこれダジャレじゃないですよ。服で拭くのは前々からずっとやめやって言ってたんですけど、キャンプしてる時に息子が手が濡れたって言って、僕が服で拭くなよって目でチラ見したら、何を思い始めたか息子が手を土の地面に擦り始めたんですよ。いやおいおい何してんねんって聞いたら、いやちょっと濡れたからって、いや拭くとこおかしすぎやろっていう、キャンプに向いてる人ちょっとの汚れは気にしない息子はこれに当てはまると思います。いやさすが息子っすね。でも息子は家では服がちょっとでも濡れたら着替えるって言います。おいって感じっすよね。大人やし汚れてもええわ、そんな感じで楽しむのがキャンプですよね。だから何にでも綺麗にしたいっていう超綺麗好きの人はキャンプに向いてへんって言います。お手洗いとか場所によってはなかなか昭和感漂うレトロな雰囲気で、あんまり綺麗じゃないところもありますよね。ボットン便所って知ってますか？汲み取り式のトイレ、あれ毎回落ちたらどうしようとか、スマホが落ちひんようにちょっと気になりますよね。話それたんですが、場所によってはあんまり綺麗じゃないトイレがあると、綺麗好きの人は気を使うし、シャワーやお風呂がないキャンプ場もあるんですよね。キャンプ飯作ったら油が跳ねたり調味料が飛んできたりすることもありますよね。何らかしら汚れることはあると。だから綺麗好きの人は我慢が必要なのかもしれません。そんな状況に我慢できひんかったらキャンプは向いてへんって言いますね。ただ超綺麗好きの人でもキャンプに興味がある人もいると思います。まあ、最近は高規格キャンプ場って言って、つまりトイレがめちゃめちゃ綺麗で、室内でも虫さんが邪魔すんでって入ってきたら、新喜劇の邪魔すんねやって帰って、これで虫さんが帰っていくくらい綺麗なトイレがありますね。もし向いてないと思う人でも綺麗なトイレのキャンプ場があるんで、高規格のキャンプ場と検索して探してみてください。キャンプは自然の中での遊び、つまり非日常を体感して癒される、こんなことを求めて楽しむアウトドアですよね。もしこれを楽しめない人は、遊びや癒しを別の方法で求めればいいと思います。やっぱり無理してやるもんじゃないっすもんね。自然な形で無理せず楽しめることが大切ですと、うちの奥さんに言い聞かせてます。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴3つ目は、向いてる人、周りを気にしない人、向いてない人、他人の目が気になる人。家族や仲間でバーベキューしたら盛り上がってワイワイやっちゃいますよね。キャンプってある意味バーベキューの延長って考えると分かりやすいです。だからキャンプもワイワイやっちゃうんですよね。自然の中で楽しむキャンプは静かでのんびり過ごせそうとか、風や川の音に癒されるとかって皆さんイメージしませんか？自分以外にほとんどの人がいない場合とか、ソロキャンプばっかりだとそういうこともあると思います。ただ夏休みとか休日、人気のあるキャンプ場、ファミリーキャンプが多い場合とか、意外と周りに人がいるし声も普通に聞こえてきます。ファミリーキャンプに来た子供ってテンション上がってますから、結構騒いじゃうんすよね。だから周りの大声、特に子供の騒ぎ声に慣れる必要があるんですよ。キャンプ場は割り切って仕切りのないホテルとか旅館とか、そういった考えしましょうよと。サイトでご飯食べてくつろいで寝てるんですから、周りの声は聞こえても仕方ないっすよね。隣のサイトと距離が近いキャンプ場で洗い場とかが近くにあるサイト、こんな場合は声だけじゃなくて気配感じたりとか、よく人が通るから気になるかもしれません。こういった声や音、人の気配や視線が気にならない人はキャンプに向いている人だと言います。あとさっき言ったように、キャンプ場は仕切りのないホテル、これ気になるようではくつろげないし楽しめない、人がいて当たり前、仕方ないことと割り切れる人もキャンプに向いてる人ですね。キャンプってキャンパーさんによって持ってるアイテムとか違うし、キャンプスタイルもいろいろ、だから他のキャンパーさんのことが気になる人もいるんですよね。気になってたアイテムを使ってるキャンパーさんがいるとついつい二度見しちゃうし、おしゃれキャンパーさんや武骨感のあるキャンパーさんのサイトはお邪魔しますって見学したくなりますよね。こういう視線を受ける側だと気になってしまう人、いろいろ見られてるとなんか覗かれてるように感じる人、こういう人は向いてないんじゃないかなと思います。さすがに一眼レフのレンズみたいな顔してるおじさんいたら覗かれちゃうんちゃうかなって思っちゃうんですけど、そういう人がいる場合はそっとテントのファスナー閉めときましょう。まあでも気になって落ち着かないからゆっくりできない、そうなると楽しむ感じでもない、自然に癒されるってこともないですよね。キャンプの楽しさって自然の中でテント張って、サイト内だけは自分とか自分たちの空間って思えるのがなんか心地よくて楽しいって感じるんですよね。居心地の良さが満足感につながると言えます。会社で私社内の噂話とか全然気にならないですっていう女子でも多分本音は気になっていると思います。夜とかも周りが気になって寝れないとか居心地が悪く感じてしまう人はやっぱり向いてないかもしれません。まあ、最終的にこれは慣れなんで、ぜひ皆さんキャンプ行ってほしいと思います。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴4つ目は、向いてる人、カブトムシをツンツンでもいいから触れる人。向いてない人、虫を見るのも嫌な人。これはね、キャンプでは仕方のないことの一つですよね。アウトドアであるキャンプだから虫がいてるのは当たり前。虫が好きな人や平気な人なら全く問題ないんですけど、この人は明らかにキャンプ向きです。ただ虫が嫌いな
人であったとしてもちょっとなら触れるとか、そういった人から見るのも嫌な人、いろんな人がいてますよね。自然の中でキャンプするっていうのは虫さんたちのお家にこんにちはって入っていくから、それは虫がいるのも仕方ないですよね。だからこそキャンプに向いているかどうかは虫との距離感にどこまでなら耐えられるかってことです。カブトムシをツンツンでもいいから触れる人やったらキャンプに向いてると言えるでしょう。まあ、なんかおでんツンツンみたいな言い方ですいません。でも虫を見るのも嫌な本当に虫嫌いの人はキャンプに向いてないと言えます。ただ虫嫌いでもキャンプには興味あるしやってみたいって考える人は自分との虫の距離感確保しましょう。例えば虫の少ないシーズンを選ぶ、虫が少ないキャンプ場を選ぶ、虫が来ないような工夫をする、こんな風にキャンパーさん自ら工夫して虫対策することは可能です。まあ、ちなみに僕もやっぱり虫は避けたいですね。まず虫が少ないシーズンは冬、一度夏キャンプより冬キャンプ体験してみてください。冬はやっぱりいいですよね。活動してる虫が圧倒的に少ない、それにしっかり防寒対策できていれば夏キャンプよりも快適なんで冬キャンプはおすすめです。暑くないし鍋料理とかでもいいし、キャンプの幅が広がるのは冬キャンプかもです。あと焚き火のありがたみ、これわかるからおすすめです。二つ目が虫の少ないキャンプ場、これは海辺のキャンプ場ですね。正直山の中よりも海辺の方は虫が少ないです。できれば砂浜のキャンプ場が最高ですね。岩場にいろんな生き物もいますから、砂浜のキャンプ場って少ないけどちょっとリゾート感あるのがおすすめですね。夏でも海辺だから涼しいし、まあ、なんといっても波の音が聞けるキャンプ場ってなんか最高じゃないですか。三つ目は虫が来ないような工夫をすることですね。防虫スプレーとか殺虫スプレーを準備しておくとちょっと安心感あるかもしれません。うちの嫁は虫が結構苦手な方で、テント立てたらまずなんかよくわからん虫が来ない、このスプレーワンプッシュみたいなあるじゃないですか。それをテントの中にシュッと、まあ、これワンプッシュでいいはずなのになんかテントの中で5プッシュぐらいしてますね。そして寝る場所のインナーテントのファスナーは最後まで閉めないとマジで怒ります。虫対策をしっかりして、山なら冬キャンプ、夏なら海辺キャンプって使い分けてするのはおすすめです。まあ、僕の家族みたいに虫嫌いなキャンプに向かないキャンパーでもこうやったら頑張ればキャンプ思いっきり楽しめます。皆さんいきなりですが、キャンプ道具紹介という名前でやっておりますので、ここで僕が使ってる商品のご紹介させてください。それがこちらです。これキャンプの時の寝具なんですが、ただの寝具じゃないんですよ。一見よくある商品に見えるんですけど、僕このキャンプ道具作ってる方と一緒にキャンプしたことあるんですけど、まあめちゃめちゃいい商品やったんで、僕の方からご紹介させてくださいってお願いしました。それはこちらです。まずはコットですね。皆さんこれ普通のコットと思ってるでしょ。これマジで茹でる前のパスタとおしゃれな芳香剤ぐらいちゃいます。このメーカーさんこだわってるのはシートの張りの強さです。寝具でも高反発マットってかなり快適に寝れますよね。コットでもこの張りがないタイプだとお尻とか腰が沈み切って寝る時の姿勢が崩れちゃって、キャンプで寝た時に次の日に腰や肩がだるいぜなんてことが起こります。このコットはしっかりと体を受け止めて腰や背中の負担がめちゃめちゃ軽くなります。あと生地なんですけど、動画では分かりづらいかもしれないんですけど、厚みがあってですね、丈夫で高級感があります。素材がポリエステルオックスフォードの600デニール、いやいやウーパパさん、デニールでオックスフォードってどこかのレストランかアメリカの大学ですかって思われる方が10キロのお米の数と同じくらい多いと思いますんで、ご説明しますと、ポリエステルは生地なのは分かるけど、デニールっていうのは生地の分厚さのことですね。薄手の一般的なエコバッグに使用されてるんが210デニールから420デニールぐらいって言われてます。そしてトートバッグやリュックに使われてる生地は600デニールからって言われてます。つまりこのコットが透けにくい分厚さってことです。オックスフォード生地ってまさに大学の名前から来てて、簡単に言うとなんか折り方の種類があるらしいんですけど、通気性とかこれが良くて強いっていうのが特徴になります。続いてマットです。こちらもこだわりが鬼強いんですよ。話聞くとかなり高品質のウレタン使ってて、まあ、ウレタンっていうのは中のスポンジのことですね。この蓋を開けると空気が自動的に入っていくタイプのものです。しっかりと体を受け止めるもちもち品質なんですよ。弾力があって腰があるんで、長時間寝ても背中が床に当たることがないんです。通常マットの厚みは5センチ、8センチ、10センチって、正直これどれ選んだらいいかわからない人が多いと思うんですけど、このマットは8センチです。畳んだ時のサイズと寝心地のバランスを重視したみたいですね。まあ、個人的にこのマットのサイズはやっぱり8センチ以上にしないと寝心地が良くないんで、奥さんから次からキャンプ来てもらえなくなるんで、マット選びする方は
8センチ以上、こちらを目安にご検討ください。そしてこのウレタンに開けられた丸い穴がいっぱい開いてて、体のラインに合わせて変形してめちゃめちゃ心地よく寝れます。そして最後にマットカバーですね。これ裏表両面あるんですけど、気温に合わせて使い分けできるっていうのもいいですね。3層構造で冷気を遮断して保温、これちょっと見た目ではわからないんですけど、中にアルミシートが挟まってる構造なんで、地面からの冷たい冷気、これをブロックします。体温に反射して体も温めますんで、この素材が湿度を吸って発熱するボアがついてて、温かい空気をたっぷりと抱えてぬくもりキープします。あとこっちの面は撥水加工があるんで、多少の水は弾いちゃいます。コットの上にマット、マットの上にこのマットカバー、このマットカバーも紐を締めるとこの3つがずれないようになってるんで、3点セットおすすめです。この3点セットでキャンプ最高クラスの寝床作り、クッション性とか肌触り、快適性、どれをとっても最高です。ぜひ概要欄の Amazon からご購入ください。このメーカーさんの名前はホテルキャンプズさんって言います。それでは続いて、キャンプに向いてる人向いてない人お楽しみください。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人、特徴5つ目は、向いてる人、1時間以上車の運転を何度もしたことがある人、向いてない人、運転に慣れてない人。キャンプするなら車の運転を普段からしている人、長時間運転でも苦にならない人、これはおすすめですね。キャンプってテントとかテーブル、チェアとかかなり多くの荷物ありますよね。いろんなことを楽しみたいときはさらに多くなっちゃいます。重さもそれなりにあるから、大体の人はキャンプには車で行きますよね。車で移動すればファミリーキャンプみたいにキャンプ道具が多くても全然安心。あと車あればテント泊じゃなくて車中泊も選べます。オートキャンプ場だったらサイトに横付けして荷物を下ろすだけなんで、かなり便利ですよね。車はレンタカーでもいいから持ってなくても大丈夫っていう、運転に慣れてないペーパードライバーの方だとちょっと困るかもしれません。キャンプ場って家の近くにあんまないですよね。ほとんどのキャンプ場が山の中だから、長時間の運転が必要なことが多いんです。車の運転を普段からしている長時間運転でも大丈夫、こういう人はおすすめって言ったのは、キャンプって車があるとないとでは大きく変わるからなんですよ。車があっても運転ができないペーパードライバーだったり、長時間の運転が難しい人だと、キャンプ場まで車で運転しないといけないから、キャンプは向いてないと言えます。長時間の運転は全然大丈夫だけど、道が狭いと自信がないっていう人もいます。キャンプ場って山の中の道って結構細いところもありますよね。運転しやすい距離とか場所、ルートとかを踏まえてキャンプ場選びしてみましょう。普段から運転している人なら問題ないはずです。キャンプ場に行く前とか食材買ったり温泉とかお風呂に入ったりしますよね。だから基本的には車移動が便利です。キャンプ場の駐車場は広くて止めやすいかもしれないんですけど、スーパーとか温泉の駐車場って結構狭いところとか混み合ってる駐車場あるかもしれないんで、うまく止めれないと一苦労しますよね。しかもバックミラーが完全に塞がっちゃってるんで、こういうことを考えても車の運転に慣れてる方がキャンプ向きと言えます。キャンプの行き帰りって観光地に寄ったり名物料理食べたり、キャンプに行く楽しみの一つですよね。僕の場合はキャンプ行ってから温泉っていう温泉旅行みたいなことをよくするんで、車の運転に慣れてなくて家とキャンプ場の往復だけになるとキャンプの楽しみ方が変わっちゃいます。それと基本的にファミリーキャンプだから、温泉がないとママさんとか子供がキャンプ行ってくれないかもしれないです。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴6つ目は、向いてる人、土日のような連続して休みがある人、向いてない人、休みが少ない人。何よりもキャンプに行ける環境であるかないかで向いている向いてないっていうのに影響しちゃいますよね。キャンプは特に気にすることなく休みもあるから、いつでも行けるっていう人はキャンプには向いてるって言います。これはめちゃめちゃ羨ましいですね。贅沢に2泊キャンプすることあるかもしれないんですけど、ほとんどのキャンパーさんが1泊2日ですよね。だから仕事の休みが2日連続で取れるならキャンプには行けます。つまり休みが連続して2日以上取れる人がキャンプ向きかなと。デイキャンプも楽しいけど、1泊キャンプじゃないとなかなか物足りないですよね。夜に焚き火を眺めたり、朝のコーヒーっていうのも格別ですよね。これを知っちゃうと1泊したい、だから休みが1日しか取れない人はキャンプができないってことじゃないんですけど、休みは2日あった方がいいですね。仕事終わってから参加するとか、キャンプ場から出勤するとか、どこかのメーカーさんみたいですね。デイキャンプのみとかっていう楽しみ方だけになっちゃいます。ほどのキャンプ付きやったらこんな窮屈なキャンプでも行っちゃうと思うんですけど、2日連続休みが取りやすい職場環境の人はキャンプ行きやすいですよね。あと皆さん2泊のキャンプしたことありますか？1泊のキャンプでもいいんですけど、2泊はあれ何なんですかね。2泊目のあの自由さ、1泊やと設営、食事、寝る、朝ごはん、撤収、めちゃめちゃ世話しないですよね。2泊行ける方は最高です。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴7個目は、向いてる人、
体を動かしてもいい人、向いてない人、 YouTube だけ見て過ごしたいと思う人、キャンプってインスタグラムで見ると自然の中で好きなことやったりのんびりと時間過ごせるって思いがちなんですよね。でも皆さんインスタグラムよく見てください。テントとかテーブル、コンロ映ってますよね。他にもいろいろキャンプアイテム見えますよね。これって誰が準備したり設営したりするんでしょうか。もちろん自分ですよね。だからキャンプ場に着いたらやることはいっぱいあります。到着しただけでキャンプができるんでもなくて、のんびり過ごしてるだけで快適に寝れるっていうのはありません。キャンプだと体を動かすことばっかり、荷物を下ろしてセッティングしたりテントの設営したりといろんなことをしながら過ごしてますよね。だから YouTube だけ見てたいねんと、何にもせずにのんびり過ごしたいねんと思ってる人はキャンプには向いてないんですよね。意外とテント設営するのが大変だったりするし、いろんなものを持っていく荷物を前日に準備したり、当日の朝から車に積み込んだりしないとダメで、あとキャンプ場に行ってからすることもいっぱいあるんですよね。だからキャンプは体を動かしていいと思える人、それを楽しめる人の方が向いてます。でものんびり YouTube 見れないっていうことではないです。テントの設営とか焚き火の準備とかが終わったら自由に自然の中で好きなことやればいいんですよね。それでも体を動かすのが嫌な人とか、体を動かすのが面倒くさって感じてしまう人は YouTube だけ見て何もしない人、つまりこんな人はキャンプは避けた方がいいですね。荷物の準備からテントの設営、快適に過ごすために必要な作業、これが全てキャンプなんですよね。こういうことを楽しめる人がキャンプに向いているんじゃないでしょうか。 YouTube 見るだけやったら自宅の方が快適です。続きまして、キャンプに向いている人向いてない人の特徴8個目は、向いてる人マナー守れる人、向いてない人外やからマナーとか関係ないやろって思ってる人。キャンプ場を利用したことがあればわかると思うんですけど、いろんな人が利用してますよね。駅とか図書館とか同じようにいろんな人がたくさん使ってる場所だとマナーとかルールとかありますよね。もちろんキャンプ場にルールとかマナーもあります。ルールはキャンプ場によって違うんですけど、スムーズに使えるようにとか、してはいけないこと決まってますよね。これはルールなんで確実に守りましょう。まあ、ここでキャンパーさんに心がけてほしいマナー、これは周りのキャンパーさんに迷惑かからないように気を配ったり控えたりするようなことですよね。まあ、ルールとかマナーばっかり窮屈なキャンプは楽しくないと思うんですけど、だからといってもしあなたが自由にキャンプするとすると、周りの人は自分の行動によって窮屈なキャンプになってるかもしれないです。まあ、キャンプでもマナーをきちっと守れる人はキャンプに向いてるって言いますね。まあ、そんなこと言ってもキャンプ場は外なんやからマナーとか関係ないでしょって思ってる人は、一回ひよこからやり直した方がいいですね。キャンパーさんが増えればいろんな人も出てくると思います。そのキャンパーさんが増えたことによって需要と供給の関係、これを考えてもいろんなキャンプアイテムの値段が下がってくるから、僕はいいと思ってるんですけど、マナー守りたいですね。さあ続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴9個目は、向いてる人安い金額で旅行に行きたい人、向いてない人ちょっと豪華な旅行に行きたい人。夏休みとか年末年始旅行に出かける人多いっすよね。まあ、そんな時みんなどこに宿泊しますか。サービス満点のちょっと豪華なホテルですか、それとも布団を敷くのも自分たちで好きなようにできる格安の素泊まりの旅館ですか。いつでも快適に過ごしたいって思ってる人は、もしかしたらキャンプには向いてないかもしれないです。なんでかって言うと、やっぱキャンプって不便なんですよね。この不便さを楽しめるかどうかがキャンプに向いているかっていうのが言えますよね。安い費用で旅行に引きたい、そういった人は与えられた快適さじゃなくて自分たちでカスタマイズできる快適さを選べるってことですね。これは高級ホテルにはないですよね。考えてみてください。キャンプってカスタマイズばっかりだからこそ、キャンパーさんごとのこだわりがあるんですよね。全く同じことしてるキャンパーさんって全然いないのはある意味当然ですよね。カスタマイズ、これ大変なんですけど、安く抑えたり贅沢もできたり、これ自由度高いですよね。安い金額で旅行したいっていう人がいろんな工夫するのが上手で、キャンプにも応用できる考えだから、キャンプに向いてるということです。超ふわふわのベッドでしか寝れへんと、コットとか寝袋、車中泊難しい、まあ、そう考えてる人も気をつけないとダメなのが、あんまりたくさんのキャンプアイテム購入して揃えちゃうと、高級ホテルに宿泊する旅行と変わらんぐらいキャンプ道具に費用かかってますよね。でもキャンプアイテムを1回購入すると何回もキャンプができる、まあ、その費用だけでいろんなキャンプ場を使えるからコスパがいい、まあ、これはキャンプのいいところなんですけど、後々去年自分がどんなキャンプ道具買ったっけなって考えた時にチーンってなるんで、キャンプ道具に何円使ったか考えないようにしましょう。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴10個目は、向いてる人趣味を見つけたい人、向いてない人多趣味の人、趣味がまだなくて見つけたい、そういった人と、もうすでに多くの趣味があるんだと、この趣味を見つけたい人の方がキャンプには向いてます。めちゃめちゃ多くの趣味を持ってる人はキャンプも趣味にできそうなんですけど、趣味一つをキャンプとして楽しめる、こういった人がキャンプに向いてると思います。ほんとね、キャンプアイテム一通り揃えるにはそれなりのお金がかかるんですよね。一通り揃えてもちょっとしたのがまた欲しくなっちゃう。見てください、このスピーカー、あの有名ブランドと同じような形なのにお値段がめちゃ
めちゃ安いんですよ。防水じゃないのが欠点なんですけど、これ2000円ぐらいでゲットしました。というので安いのが欲しい人は概要欄チェックです。沼の皆さんポチってみてください。まあ、話がそれちゃったんですけど、他にも趣味がある、そういった人はそっちにもお金かけちゃってますよね。もしかするとアイテム揃えてもキャンプに行かなくなる可能性も高いです。だからそういった人はキャンプしたいっていう場合は案外レンタルとかそっちの方が賢いかもしれません。でもこれから趣味見つけたいんやっていう人はキャンプに興味持ってもらったらめちゃめちゃたくさんキャンプに時間かけれると思います。もう毎週キャンプするぐらいハマるかもしれません。多趣味の人はキャンプ場で映画見たり、キャンプ場で釣りをしたり、他の趣味と組み合わせて楽しもうと考えるかもしれません。すなわち言ってもキャンプがメインじゃなくて別の趣味がメインでキャンプがついでになっちゃう。これから趣味見つけたい人はキャンプ自体が趣味やからそれで満足だから、毎年キャンプキャンプキャンプですよ。趣味がないって人はぜひキャンプを趣味にしてみてください。でも僕この前キャンプ仲間とキャンプでプロジェクターで任天堂のスイッチ持ってきてゲームの桃鉄、あれはねめちゃめちゃ面白かったです。余談でした。続きまして、キャンプに向いている人向いてない人の特徴11個目は、向いてる人、ご飯作りが苦手な人。向いてない人、キャンプに来たらキャンプ飯作らなと思ってる人。テレビとかネットでインスタグラム見てたらめちゃめちゃ美味しそうなキャンプ飯作ってたり、おしゃれな料理してる画像がアップされてますよね。キャンプに行ったらこんな風にちゃんとしたキャンプ飯っていうのを作らんといけへんと思ってませんか？こうやってちゃんとしたキャンプ飯を作らなって考えてる人はキャンプに向いてないと思います。毎回ちゃんとしたキャンプ飯作ろうと思ってたらそれなりに準備必要ですよね。そうなると予定がちょっと空いたから今からキャンプ行こうかってなっても難しいです。もし予定立てて準備してて天気悪いからキャンセルってなったら、この料理たちせっかくキャンプ場で作ろうと思ってたのにってなっちゃいますよね。こういうことが続くとキャンプに行く自体がめんどくさってなりませんか？料理が苦手だったらキャンプ場でご飯食べれないって皆さん思ってます？焚き火とかバーナーでお湯を沸かしてカップ麺も作れますし、これで十分じゃないですかね。キャンプで食べるカップ麺ってめちゃめちゃ美味しいんですよ。正直子供たちはパパが頑張って作ったキャンプ飯よりカップ麺の方が美味しく食べてます。もうね、キャンプのご飯は簡単に作れるのでいいんですよね。もう自然の中で食べるから美味しい。だからあんまりこだわらないご飯作りが苦手な人が実はキャンプに向いているってことが言えます。もうお肉もね、炭で焼くんじゃなくてもうフライパンで焼くでも全然いいんですよ。もう簡単なもので大丈夫。気軽にキャンプに行けるし、食材とかクッカーですね、調理器具にお金かけなくても全然大丈夫です。テントを張って焚き火を楽しめればもうご飯は簡単な料理で大満足ですよね。キャンプやからこんなご飯作らんとって思ってる人は、頭でっかちになりすぎる二等身ぐらいの人は考えを改めてください。お弁当買って持って行ってもいいですし、お惣菜とかで大丈夫。決まりとかないんですよ。皆さん1年前どこどこキャンプ場に行ったっていう記憶は残ってても、何食べたかこれあんまり記憶残ってないですよね。でもなんか楽しかったっていう記憶だけは残ります。まあ、料理ってそんなもんです。続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴12個目は、向いてる人、敷居が高いと思ってる人、向いてない人、何でもチャレンジしたいと思ってる人。キャンプってやってみたいけどなかなか一歩踏み出せない、敷居が高いと感じてる人は実はキャンプ向いてます。逆に何でもチャレンジしてみたいと思ってる人は実はあんまりキャンプに向いてないんですよね。これなんでかっていうと、敷居が高いって思ってる人、こういった人はキャンプを始める時ってめちゃめちゃ慎重に下調べして始めますよね。だからちょっとずつアイテムを増やしたりしてじっくりキャンプを楽しむキャンパーさんになると思います。その反対で何でもチャレンジしたいって思う人がとりあえず必要なアイテム購入して始めちゃうんですよ。慎重じゃないことがダメって言ってるんじゃなくて、それだけ行動力があるとキャンプ以外のことに興味持っちゃうんですよね。もしかするとキャンプアイテム一通り揃えたけどキャンプに行かなくなるってこともありそうですよね。まあこういった意味では敷居が高いって思っててやっと始めたキャンプだからっていうので他のことに興味が移ること実は少ないんじゃないかってことです。まあ、キャンプアイテムっていろいろ欲しくなっちゃうし、こだわりのキャンプスタイルに合わせていろんなものが揃えたくなっちゃうんですよね。しかもまあまあの値段なんで集めちゃうとそれなりの金額になっちゃいます。だからこそキャンプ以外に興味持っちゃう人よりキャンプに集中して予算を抑えて楽しみ方を追求する人が向いてるんですよね。お金に余裕があっていろんなことに多くの予算を使えていろんなことにもキャンプにも時間が割ける人だったら、まあ、あんまり気にしなくていいと思うんですけど、僕の場合はやっと予算を確保できて時間を見つけながらキャンプを楽しんでるんで、敷居が高いと感じて慎重に始めた人には共感できます。キャンプしたくて慎重に選んだアイテムっていうのはこだわりのキャンプアイテムであってお気に入りのキャンプアイテム、そういう愛着を持ったアイテムを使える人はやっぱりキャンプに向いてますね。さあ続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴13個目は、向いてる人、床でお昼寝できる人。向いてない人、ベッド以外で寝れない人。皆さん床で昼寝した経験ってありますか？あるって人はもうキャンプに向いてます。どんなところでも寝れるっていうことですね。ベッドじゃないと寝れませんっていう人は
はキャンプで寝ることに苦労するかもしれないです。やっぱ外やしコットとかで工夫することができたとしても、正直家のベッドほど快適じゃないんで、時々目覚めちゃうかもしれないです。どこでも寝れちゃう人やと、コットとかエアマット、車中泊でも快適に感じてしまうかも。まあ、キャンプはこういう環境とか不便さを楽しむもんなんで、ベッドがなくても問題ないよって人が向いてます。ただ先ほど紹介したホテルキャンプスさんのトマット、カバ、このセットなら快適に寝れるはずです。さあ続きまして、キャンプに向いてる人向いてない人の特徴14個目の発表の前に、いきなりですが、私ウーポポが公式 LINE アカウントを作りました。登録していただいた方には豪華プレゼントとして、全国47都道府県の穴場キャンプ場情報をプレゼントします。キャンプ場予約サイトに載ってないところを Google マップなどでコツコツ調べました。キャンプ場の予約取りづらい方、たまに違うキャンプ場に行きたい方、ぜひ概要欄からご登録ください。お待たせしました。キャンプに向いてる人向いてない人特徴14個目は、向いてる人、家でバーベキューやればええやんと思ってる人、向いてない人、キャンプ山奥と思い込んでる人。キャンプは山の中でするものっていう概念がある人とない人比べると、ない人の方がキャンプに向いてます。もともと山の中でするって思ってる人は、キャンプって大自然の中で食べることが当たり前って思っちゃいますよね。だから自然の中の食事でも特別感なく感じてしまうと思います。わざわざ山行かんでも家でバーベキューやればいいやんって考えてる人こそ、実はキャンプに向いてるんです。なんでかっていうと、自然の中の開放的なシチュエーションは家でやってたバーベキューとは別物だと感じるからです。ぜひ大自然の中で食べる楽しさ知ってもらいたい。楽しさが家でバーベキューとは全く違うんですよね。まあ、自然の中やから毎回雰囲気もちゃうし、空気感も違う。まあ、家でバーベキューする快適さ便利さっていうのは、逆にキャンプでは不便さを体感することになるかもしれません。だからいろんなアイテム揃えて楽しもうとするっていう、これがキャンプの醍醐味なんですね。お待たせしました。キャンプに向いている人15個目発表の前に、皆さんいいねやチャンネル登録お願いします。この発表の後にはおまけパートとして、僕がこんなキャンプの発信してても実はキャンプ向いてないんちゃうかなっていうエピソードをご紹介します。最後まで見ていただけると嬉しいです。それではお待たせしました。キャンプに向いてる人向いてない人の特徴15個目は、向いてる人、俺キャンプ苦手かもって思ってる人。向いてない人、食べず嫌いが多いまま大人になった人。キャンプって何回も行っていろんな経験をしてこそのキャンプの良さってのは分かってくるんだと思ってます。苦手だと感じていても経験してみたら実は得意なことにも変わりますし、そういった意味では苦手かもと感じてる人の方がキャンプに向いていると言います。俺キャンプ苦手かもって思ってる人は、もっと経験してみたら見方も変わるかもしれません。つまり苦手なこともちゃんと知らないだけかもしれないってことです。でも食べず嫌いのまま大人になった人、これはいろんなことでチャレンジするのも控えて過ごしてませんかってことです。何回もキャンプに行っていろんな経験するから本質わかるんですよね。というキャンプ以外でもありますよね。チャレンジしない食べず嫌い的な考えやと挑戦しないまま終わっちゃうんです。実はしたことがないだけで苦手と思ってる人いますよね。でもやってみると実は楽しいかもって感じたりすると、そうすれば食わず嫌い的考え方も克服できてキャンプも楽しむかもしれません。というわけで今回おまけパートです。僕キャンプの発信してるんですけど、僕キャンプ向いてないちゃうかなっていうエピソードをご紹介します。それは結局片付けはめんどくさい。キャンプ帰ってきてからね、そのままねの荷物あるんですよね。本当はちゃんとメンテナンスして収納しないといけないっての分かってるんですけど、まあ2週間後キャンプ行くし、そのまま乗せてもいいか、邪魔にならへんかったらいいか、本当はちゃんとメンテナンスして収納しなあかんっての分かってるんですけど、収納スペースが十分じゃなかったりするんで、なんかね車に積んでた方が家の中すっきりするんですよね。まああと2週間後にキャンプ行くし、このまま乗せといてもいいかなという気持ちになっちゃいます。今回の動画は以上になります。次はコスパ最強のブランドの動画見ていきませんか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。